皆さん、おはようございます。2024年、令和6年2月29日木曜日、衆議院議員の原口和弘です。朝の6時44分を回りました。今日この後ですね、僕らは国会、政治倫理審査会を睨みながら、それから予算ですね、予算については、分科会まで行ったんですが、その前提となる、政倫審のものも2点3点してます。全く読めない状況です。で、ところがそういう中で大事なことはもうどんどん決まっていく。それもですね、悪い方に決まっていく。ここで戦うしかないですね。ここで折れちゃダメですね。正直、本当に、まだ多勢に無勢ですね。多勢に無勢。しかし、嘆いてはいられません。夜明け前が一番暗い。その中で頑張ってる人たちがいっぱいいる。その人たちの姿を見ながら、ちょっと今日は皆さんとまたさらに、情報を共有して、行動を共にしていきたいと思います。多くの皆さんに、特にこれ Z 世代っていうんですかね、トランプさんもそうですけど、僕のこの支援者、支持者が、あらゆる世代にわたっている、特に、政治はですね、若い世代にあまり届いてないんですけども、若い世代の支援が非常に大きいですね。本当はありがとうございます。別に、年齢が、物理的に若いだけじゃなくてですね、そういうエネルギーを持った方々が、支援をしてくださってありがとうございます。さて、さっきはもう、そら恐ろしい、ガナハさんのものでした。バトルですね。もう、自分たちは戦争を僕らから仕掛けられてるんだと、こういう認識でやってるんですね。よくわかりました。だから彼らに何か、恩情とかそういったものは、恩情というのは武士の情けっていう意味ですね。それは必要ないですね。ありとあらゆる邪悪なことをやってきますから、こちらもそれなりの覚悟を持って、さらに進めていきたいと思います。さて、ゆきさんがですね、大事な情報を発信してくれてます。及川幸久さんですね。及川幸久さんは YouTube に人物バンされて、そして、今、X、あるいはニコニコ動画の方でですね、発信を続けておられますが、僕らも不便でしょうがないですね。ゆきさんの情報は世界の情報の中で非常に早かったですから、ね、しかも的確なんで、で、今日の4番目の配信は、少し皆さんにとっては、ほっとするっていうか、あ、ここまで来たかっていうことだって、さっきの絶望的な動画に、の後にですね、これですね、さっきのガナハさんが出してくれた。でもね、絶望する必要ないんですよ。絶望する必要ない。問題の本質が分かれば、あるいは相手の正体が分かればですね、それには対処ができるわけです。だから、ウェルプログラムド、ハーフソルブドっていう言葉があります。日本語読みしましたけど、うまく問題を設定することができれば、問題は半分が解決したことと同じなんだということですね。で、この、日本政府も予想死亡数を高く見積もってるんですね。で、通常の数字ならもう今、40万人という数字が出てますけど、これ認めようとしませんね。で、藤江さんがずっとコツコツやってくれて、おとといの WCH の議連にもですね、参加をしてくれて、発言をしてくれてました。あの発言もぜひ聞いてみてください。それを受けて、ゆきさんがですね、こういう動画を上げています。皆様こんにちは。そしてこんばんは。及川幸久です。今日のテーマは、オーストラリア議会が世界で初めて超過死亡を認めるということでお送りいたします。ぜひお付き合いください。1.25倍にします。今日のニュースはとっても重要です。オーストラリアの議会が今世界でものすごく問題になっている超過死亡について、世界の数ある議会の中で初めて正式に認めました。このことについてお送りいたします。この超過死亡ということについては、関連で大変問題になっています。ところが、世界中の政府も議会も今まで公式にこの件について取り扱ってこなかったんですよね。そんな中で、オーストラリアの政府ではなく議会です。議会の方が認めた。これは大きいです。ついに
世界中の政府議会がこのものをずっと守ってきて嘘を隠蔽してきたわけなんですけど、風穴が開きました。今日はそういうニュースです。この超過死亡については私のこの X のチャンネルで過去3回取り扱っています。1回目はこの、ニュージーランドのケース、昨年の12月19日ですね、超過死亡の因果関係ニュージーランドで決定的な証拠ということで、この時はですね、ニュージーランド政府で保健所に勤めているバリー・ヤングさんという政府職員の人が言葉を出してますね。 YouTube の方は止めますで削除します。ごめんなさい。だっておかしいでしょ、こういうこと言ってるだけでねバンされるって。ごめんなさい、最初からやりますね。皆さんおはようございます、衆議院議員の原口和弘です。2024年2月29日木曜日、この後ですね、さっき途中でやめた後の動画を配信します。及川幸久さんの動画を共有するんですけども、一回 YouTube を止めましたっていうのは、これバンされる言葉がいっぱい入ってるからですね。よいしょ。皆様こんにちは、そしてこんばんは、及川幸久です。今日のテーマはオーストラリア議会が世界で初めて超過死亡を認めるということでお送りいたします。ぜひお付き合いください。今日のニュースはとっても重要です。オーストラリアの議会が今世界でものすごく問題になっている超過死亡について、世界の数ある議会の中で初めて正式に認めました。このことについてお送りいたします。この超過死亡ということについては関連で大変問題になっています。ところが世界中の政府も議会も今まで公式にこの件について取り扱ってこなかったんですよね。そんな中でオーストラリアの政府ではなく議会です、議会の方が認めた。これは大きいです。ついに世界中の政府議会がこのずっと守ってきて嘘を隠蔽してきたわけなんですけど、風穴が開きました。今日はそういうニュースです。嘘を隠蔽してきたわけです。さっきの動画で言ったようにね、インフォデミックとか言ってですね、僕らのプロテストを今度は嘘つきだと、陰謀論だと、誤情報だと、偽情報だと言って抑える動きをやってるわけです。だから負けちゃいけないんですよ。負けちゃいけない、絶対に負けちゃいけない、命を守るために負けちゃいけないんです。この超過死亡については私のこの X のチャンネルで過去3回取り扱っています。1回目はこの、ニュージーランドのケース、昨年の12月19日ですね、超過死亡の因果関係ニュージーランドで決定的な証拠ということで、この時はですね、ニュージーランド政府で保健所に勤めているバリー・ヤングさんという政府職員の人が統計学者でもあって、でこの人の死亡者の数の統計を見ていたら超過死亡の異常な数字が出てるということを、気づいて、それを、発表したんですね。で発表したんですけど、政府職員だということで、この時はニュージーランド政府からこのバリー・ヤングさんは逮捕されています。今刑務所にいると思うんですよね。でもこの人の勇気ある告発によって超過死亡の具体的なデータによる証拠が出てきた。すごいことが、これがあったんですが、これが去年の12月だったんですね。で、それから私の X のこのチャンネルではですね、これは、昨年12月の末でしたね。12月の31日だったかな。超過死亡、過去50年で最悪ということで、世界的に超過死亡が起きてるっていうことをお伝えしました。これは BBC の、記事なんですけど、この件に関しては、YouTube で、ジョン・キャンベル博士、イギリスのジョン・キャンベル博士なんですが、この人が自らの YouTube チャンネルで深刻な消化死亡ということで取り上げていました。この内容を、この私の X のチャンネルでもご紹介したんですね。これはニュージーランド、イギリスですからね。いわゆるウクライナ、ロシアの問題とかですね、ガザ、イスラエル、パレスチナの問題は西側のメディアでは極端に情報が統制されていると僕は思います。だけど、このことは西側のメディアでも、西側の人たち、東側関係なしです。旧。いろんな人、だって、むしろ逆に、それはほとんど西側ですね。そこで起きてるわけだから、問題は深刻で、よく いろんな国の虐殺、ジェノサイドについて言うけど、昨日も僕に、最大のジェノサイドの犠牲は、今の我が国じゃないかと、まで言う人たちが、います。ちなみにこのジョン・キャンベル博士というのは、世界中の YouTube チャンネルの中で、
このコロナのことをはじめとした医療系の問題を扱っている世界最大のチャンネルですね。もう300万人近くの登録者がいるという。で、そしてですね、この超過死亡、日本はどうなのかということで、この X の私のチャンネルではですね、これですね、X と私の2、この藤江さんですね、藤江茂光さん、僕が去年の6月に岸田首相に対して、この超過死亡の問題についてもグラフを出して示しました。だけど厚労省認めない。認めないどころか、岸田氏はその後、7回目を打ったデモンストレーションをやってましたね。昨日、一昨日か、上川外務大臣に聞いたら、彼女は4回打ったって言ってましたね。4回。7回じゃないですよね。でも、この藤江さんはですね、ずっとこの日本人謎の大量死、真相に迫るということで、毎回厚労大臣記者会見にも出てですね、頑張ってる方です。ニコニコチャンネルのニコ生で、今年に入ってから2月の9日、今月でしたね、これ2月の9日、この日本の超過死亡のことをずっと調べてデータに基づいて発信をしている、まあ、素晴らしい仕事をされている、この藤江さん、藤江さんに出ていただいてですね、この日本の超過死亡、日本人の謎の大量死の真相に迫ると。これは、その、想定死亡数をこんなに下駄を履かせてですね、そっからまだ上だから、で、皆さんにお願いがあるんですよ。ちょうどもう、もうじき7時でしょ。ということは、街頭に国会議員が立ってますよ。もうじき選挙だから。その人たちに言ってください。ね、なぜ、皆さんはこの超過死亡の問題に目をつぶるんですかって。私たちの仲間も、亡くなった人もいれば、これで病気で苦しんでる人もいるんですよって、あなたにはそれが見えないんですかと。そして、聞こえないんですかって。よく聞いてみてください。ということで、お話を伺いました。藤井さんがデータを取ってるんですけど、これ、ここ数年の、ここ数年の、日本の、まあ、各1月から12月までの死亡者数。1月とか2月とか、それから11月とか12月っていう、この冬の時期に死亡者が多いんですよね。この夏の時期よりも。毎年そういう傾向があって、そして毎年この死亡者の数が、増えてるんですよ。で、異常だったのが、この赤い線、この赤い線。この赤い線が2022年。この年が異常に多かった。ここ見てください。1月が異常に多かった。で、そして、去年、2023年が、緑色の線なんですが、ここが、去年も異常に多いんですね。あ、去年は、ね、この緑色ですね。これが異常に多いという。この2022年、2023年と、謎の大量死が日本でも起きているという件。まあ、これについて、藤江さんに話していただいたんですが、この藤江さんは、今、ジャーナリストとして、もともとは国会議員の秘書をやられてたんですけど。これ、佐賀県の太良町って出てますね。人口8000人の町です。僕にとってもまだそこに、ここ佐賀2区っていうところなんですね。僕は佐賀1区の代議士だから、2区は隣の選挙区ですけども、人口8000人の町でもうすでに2名が死亡認定されてるわけです。8000人でですよ。しかも認定ですよ。まだ疑い、あるいは僕だってあのまま死んでればですね、認定されたかどうかわかんない。子供たちが僕の死因を調べたかどうかわかんないです、それは。まあ、生きてますから。ジャーナリストとして、厚生労働省の記者会見にも参加されて、武見厚生労働大臣にこの件について詳しく質問をするっていう、そういう、まあ、すごい仕事をされてる方なんですよ。で、こういうご紹介をしました。これ、すべて過去の URL をこのツイートに入れておきますんで、ご興味のある方はぜひ見てください。特に、この藤江さんの出た回の必見です。これぜひ見ていただきたいんですが、今回はこの流れの中でオーストラリアの議会が世界で初めて超過死亡を認めたんです。これをね、もちろん政府は認めてません。まだ。藤井さんも支えてほしいんですよ。ね、もう本当にね、命を守るために一生懸命頑張ってる人たち。でもこれさっきの動画でも言った通り、5月にでこれ決められたら僕らは偽情報、誤情報、陰謀論者。そして皆さんはまるでモルモットのように。これ、シェディング。打ってない人にまで行くでしょう。
日本から来るなって多分言われますよ、あと 2年3年後。違いますかね。あ、政府は認めてないけど議会が認めたんです。でもこれでいいんです。議会っていうのは政府をチェックするのが議会の仕事ですので、議会も政府も一緒になって安全なんですって未だに言ってたとしたら異常なんですよ。しかし世界中の政府が今のところそうなんです。そんな中でオーストラリア、異常でしょ、異常ですよ。こんだけ周りの人が亡くなって、僕も自分自身がそうなってるにもかかわらず、いやそれって気のせいじゃないですかって。気のせいで癌になりますか。オーストラリアの議会はいち早くこの超過死亡が起きている。その原因は一体何なのか、もしかしたらコロナワクチンかもしれないので、ということで正式に調査をするということを決めたんですよね。あの調査をするっていうことは、超過死亡が起きているってことを事実として公式に認めたことになります。これが重要なんですね。あのオーストラリアの、これはですね、2020年から2023年まで、去年までの死亡者数と超過死亡を表してるんですね。この辺から超過死亡が起きる。この、青いこの線、これが超過死亡です。この辺全然ほぼないでしょ。こっから超過死亡が起きてるんです。で、これは、で、これが、あの、実際の、あの、これが、あの、コロナの死亡者ですね。この赤い点線がコロナの死亡者。ごめんなさいね。この映像どこにも流してないんですよ。あ、すいません。赤い点線は、このコロナ、ものすごい数出てますよね。後で加工して流して。あの、接種者がすごい増えたところから、この、消化死亡が増えてるっていうのが、今起きてることなんですよね。で、これ具体的な数字で言うと、2021年の2月からオーストラリアでは接種が開始されました。それ以来7000万回接種が行われている。その間にオーストラリアの超過死亡は、2021年、2年、3年と3年間で5万1000人。超過死亡は5万1000人です。亡くなった数もっと多いんですよ。もっと多いんですけど、平均、普通予想される死亡数よりも、それよりもはるかに多かった死亡数。それが5万1000人もいた。日本よ。しかしそのうちコロナの原因で亡くなった人っていうのが1万6000人なんですね。ということは、コロナ以外で3万人以上の人が死んでいる。一体それは何なんだと。オーストラリア人口2000数百万人しかいないわけですから、コロナで1万6000人死んだっていうんだったら、これ理由がつくんですよ。しかし、コロナ以外でさらに3万人以上亡くなってる。3万人、5万5000人ぐらい亡くなってるとしたら、一体それは何なんだと。これ、大震災でも来ない限りありえないんです。大震災でも来ない限り。でも大震災起きてません、オーストラリアで。じゃあ一体それは一体何なんだと。っていうことを調べる必要があるわけです。で、このことについて、オーストラリアの上院議会が超過死亡に関する調査の必要性を認めたということで、これ昨日ですね、2月の27日、昨日、キャンベラデイリーっていう、キャンベラっていうのはオーストラリアの首都のあるところですね。アメリカで言うとワシントン DC にあたる。そこの新聞です。そこの新聞が昨日出した、ニュースですね。で、世界の議会で初めて超過死亡の問題があることを公式に決議した。これは一つのブレイクスルーになりますね。で、どこの国会にも心ある議員はいるんですよ。でも、当たり前ですよね。自国、自分たちの人類の命と健康を守るのが政治の一番の目的でしょ。それが損なわれてるのに黙ってるってどういう議論ですかね。し、認めたことになるということで、ここに出てるこの方が、オーストラリアの連合オーストラリア党のラルフ・バベト上院議員です。で、このバベト上院議員という方は、この超過死亡の問題を早くから問題視していて、で、この超過死亡を調べるべきだという、そういう動議、これ法案ではありません。動議です。モーションという、この動議を、今回出したのが4回目なんです。過去3回出してるけど、いずれも否決されてるんですよ。そんな調査する必要ないって。最初はそうやって、オーストラリアの議会でも認められなかったんですよ。しかし、このバベト上院議員は、粘り強く何度否決されても、この動議を出し続けて。こうやって、光に向かってる人たちがいるんですよ。だから、僕らも出したいと思います。いや、調べるべきだって、これ、付則に書いてあるんです。でも、半端でしょ？昨年出した法律の中にの付則に入れてるんですよ。ちゃんと調べろって。データを出し続けて、ついに他の上院議員たちを説得してしまいました。で、他の上院議員たちが賛成票を投じて、今回は通ったんですよね。
Hello, ladies and gentlemen, it's Senator Ralph Abeki from the United Australia Party. I have some great news to share with every one of you out there. Now, what is that news? 皆さんに素晴らしいニュースがあります。私が出した動議が取れましたってことね。まあ、ご自身が出されたモーション、動議がここにあるんですけど、とにかく長期化死亡があるのは確か。で、それを原因を調べましょうと。そういう動議を出してますね。まあ、それが、この人を通して、通ったっていうことで、可決したんです。で、オーストラリアの上院議会っていうのは、定員が76人なんですよ。で、その過半数が、賛成票を今回出したんですが、反対してる人もいると。これがオーストラリアのネット上で今問題になってますね。超過死亡動議に反対票を出したのが30名って、その顔が全部出てます。この人たち一体、オーストラリア人がこんなにたくさん原因不明で亡くなっているのに、それに対して何の関心もないのかと。それでオーストラリアの上院議員なのかっていうことを今批判されています。で、いや、これは日本にも言えるでしょ。というか、日本もっとひどいですか。超過死亡40万人って言ってるでしょ。藤江さんの、資料によると。でも認めないんですよ。そんなのありますかねって。しかも、さっきから言ってるように、発射台をものすごく下駄履かしといてですね、それで40万人ですよ。もしかしたら一つの県そのものがなくなるぐらいの方がこれで亡くなってるかもわかんないんですよ。かもですよ。でもこの今批判されるべきなのはオーストラリアの上院議会でこの動議に反対票を投じたこの30人だけなんでしょうか。非難されるべき議員というのは世界中の議会にいっぱいいるんじゃないでしょうかね。で、ここまでオーストラリアの話なんですけど、で、これ大ニュースですね。これ大ニュースなんですが、で、同じ超過死亡のことについて、先ほどご紹介したジョン・キャンベル博士が、今度はですね、イギリス政府が予想死亡数を変更して、超過死亡を減らすためかと。こういうこと言ってるんですね。超過死亡ってそもそも何かっていうと、毎年どれぐらい死ぬかっていう、死亡者数っていうのは予想できるわけです。で、各国の政府は予想するわけですね。しかし、実際に亡くなった人の数を、予想数として比べて、どれくらいそれが超えてたのか、いや、むしろ少なかったのか、それを発表するわけです。これ世界中がやらなきゃいけないことなんですけど、これやってるわけですよね。で、ということはですね、超過死亡っていうのは、事前に決めている予想死亡数、これとの差なので、これを操作したら、超過死亡になってても、予想死亡数をそもそも上げていれば、超過死亡減るんですよね。日本はこれを露骨にやってるって言うんですよ。で、この後国会戻るんで確認します。イギリスでそれやってるっていう。それをジョン・キャンベルさんが言っています。で、これ、同じことを日本でやってますよ。日本の厚生労働省。そのことを先ほどの藤江さんが、データで出してますから、これ URL 入れておきますんで、藤江さんのが出られた時、私のニコ生出られた時の映像をぜひ見ていただきたい。また、藤江さんの、X のアカウントも入れておきますので、そちらもぜひフォローしてあげてください。すごく重要なこといっぱい言っています。さて、これ、おとといの WCH 議連でもですね、藤江さんは言ってるんですよ。おとといの WCH の議連のところですね。ございますけれども、それを亀子がパッケージ案を出すということになっていましたけれども、これは困難ということで、引き続き5月まで改正案の議論を続けて、総会提出するというふうに。松木さんが聞くところなんですよね。そのいろんなですね、ものがある中で、その他のちょっと例も見ながら検討させてくださいと。ただ、いずれにもその説明はさせていただきますということです。アメリカもやったわけです。なんでそんなに急ぐんですか。もしも本当にこれが重要で、ワクチンも効いて、で、いろんなマイヤーさんの防止とか、あれも聞いていたんだったら、急ぐ必要ないじゃないですか。後から日本が1年後に批准したっていいわけでしょ。何もそんなに急いでるんですか。どうして次の感染症がすぐ起こるっていう想定でやってるんですか。何の兆しもないじゃないですか。説明してもらいたいです。過去の歴史から見たら、このスペイン風邪ですとか、ずっと香港風邪とか、これ吉野さんですね。こんな3年後とか5年後なんて全然起きないですよ。そう、成長して100年単位ですよ。過去の事例から考えて、これちゃんと歴史的な経緯から考えなきゃいけないんですけど、そんなに急ぐ必要がある理由を説明してもらいたいです。すいません、説明をするっておっしゃっているんですが、私も厚労省のホームページがどれだけ充実しているのかを再確認しようと思って今朝見たら、最終更新が11月の28日なんですよ。当たってますよね。私もびっくりしたんですよ。11月の28日の後にミーティングが何回も行われているのに更新がされてないんですよ。これ説明されてないのに説明するって言ってるだけにしか聞こえなくて、吉野先生がおっしゃる通りと思います。
まあ、ちょっとあの沈黙がね、あの走ってますけど、先ほど議員さんがの言ったよりも、これが本当にあの聞いてるのかどうかということに関しては、実は、学術団体を昨年の6月に立ち上げました。そしてそのあのメンバーで世界中のパブメドというあの学術論文をあの調べて、国際部という2つのキーワードで調べると、もう3000本以上の国際論文が出ております。そしてそれを私は担当での訳して、論文にして、1月の11日に厚労省で記者会見したときに、その論文あの創設のようなものを厚労大臣に実際に手を出して、これきちっと読んでくださいということを申し上げております。でその中にはもう圧倒的被害が世界中で出てるんだと、これが世界の認識なんですね。で厚労省の方々もおそらくその実態はご存知だと思います。知らなかったらこれはね、もうあの全然仕事をしてないことになるんで、まあ、それで世界の論文が何を語っているかということを厚労大臣が、もう世界でこんだけの論文が出て、そして圧倒的被害が出てるわけです。だから試させてくださいってお願いしてるわけです。手渡した論文で読まれておられると思います。ぜひね、厚労省の職員の方々もその、 論文をシェアしていただいて、今国民がどういう被害を受けているかということを自分のね、やっぱり家族の立場に立ってもう一回考えていただきたいと思います。今日は時間がございませんので、これで終わりますけど、あなたたちがね、日本の命をさ、最後の取り出なんで、本当にね、国民としてきちっとした仕事をしていただきたいと思います。あと、金谷さんと川田さん、一言ずつお願いして、高橋さん、ごめんなさい、締めてもらいたいと思います。間違いない。高橋先生、ごめんなさい。あ、大丈夫。高橋先生、ごめんなさい。川田先生、お願いします。はい、ありがとうございます。ちょっと2回目と3回目、ちょっと欠席してもらったので、今回1回目から4回目で出たんですけども、やっぱり全く変わってないなと。本当にこの情報をしっかり説明するとか、公開するとか、言ってる日本が一番やってないんだなと。ところですよね。やっぱりその他の国でできてる、これは川田隆平さんですね。本当にこのことはやっぱり全くその日本のやっぱりその情報の公開、やっぱりしっかりそれ他の国に求めてると言ってもですね、日本国に対して全くやってない、やっぱりこの今の状態をやっぱりしっかりやっぱりこうやらなきゃいけないということを思っているんであれば、しっかりやってほしいなと思いますし、それから先ほどから質問していることについてやっぱりちゃんと答えるということをやっぱりしっかりやってほしいなと思いますので、次回だって次回こういうことがないようにですね、ぜひしっかり回答を残していただきたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございました。今日いろいろ質問出ました。ちょっと見つけきれなくて、ごめんなさいね。一回止めない。で最後にですね、もう一つ、ロシアがコロナを製造したのはディープステートと大手製薬会社であるとする2000ページの報告書を発表。こんなニュースが出てきました。アメリカ在住の、ロシア大使館がどうもこういう2000ページにあたる報告書を発表したという、まあ、これ速報で出てきているのでちょっと定かではないんですけど、これについては改めて、まあ確認してお送りしようと思っています。ということで今日これでおしまいにしますけども、どうぞ皆さん共有をしてほしいんですね。共有をしてほしいです。そしてもうこういうことを喋ることができるのもあと2ヶ月だということですね。これがこのままいけばですね、それどっか全然代表でもない人たちが決めたもので、なぜもう完璧な憲法違反だと思いますけども、今がそういう時期です。強く立ち向かっていきましょう。じゃあごきげんよう。これ今日は YouTube は止めてます。ニコ生、それから Facebook スペースよろしくお願いします。 YouTube の方はが入ってたんで、これを取り除かなきゃいけないんで、よろしくお願いします。じゃあごきげんよう。